こんにちは、兄です。今日はプレイヒーロースペシャルウルトラファミリー6体セットのコスモセットを見ていきたいと思います。スーパーソフィータイム。はい、先日バーニングセットを開封していったんですけども、今日はコスモセットを開封していきます。で、このね、ウルトラファミリー6体セットなんですけども、プレイヒーローということで、今のソフビヒーローの前身にあたる食玩でございます。で、調べると、この6体セット、なんと定価1000円に消費税みたいな、それぐらいの値段で売っていたようです。かなりお得ですよね。背面の塗装もしっかりしていて、6体セットで1000円ちょい。いやー、今では考えられないですね。はい。で、パッケージはこのような感じになっていて、ラインナップの人がね、ずらっと並んでおります。で、この箱に入っているのは、メビウス、光、そしてエイティ先生、エース、ゾフィー、そしてウルトラの父のサンタクロースバージョンの6体が入っております。で、あとね、データカード出すの大怪獣バトルウルトラモンスターズ1枚入りということで、これにはね、バルタン星人が入っているようです。はい、でこのねセットものはここの端っこにね小窓がついていて中が見えるんですけども、コスモセットはね、ウルトラの父のクリスマスバージョンの姿が見えております。はいで上の面横の面はメビウスですね。そしてこっち側の横はそれぞれのロゴ、そして背面はこのような形になります。ここら辺のレイアウトに関してはバーニングセットと全く一緒ですね。で、今回のラインナップの写真載っていて、並び立つ絵の勇者たちと、で下にはバーニングセットの写真が載っており、こっち側ね大怪獣バトルとか、あと怪獣の方のね食玩のラインナップとかが載っております。ではね今回ラインナップされている6人の、紹介を読んでいきたいと思います。ウルトラマンメビウス、身長 49m、 ミクロ化も可能、体重3万5000トン、必殺技メビウムシュート。ウルトラの父によりメビウスブレスを授けられ、地球防衛の任務に就いた宇宙警備隊の若き隊員。地球では日々の未来を名乗り、怪獣が出現すると変身して地球を守る。ウルトラマン光、身長 50m、 体重3万5000トン、必殺技ナイトシュート。元は M78 星雲の宇宙科学技術局に所属していた青き巨人。ハンターナイト剣として戦っていたが、ウルトラの母によって本来の姿を取り戻した。メビウスと共に地球の平和を生み出す怪獣を退治する。ウルトラマン80、身長 50m、 体重4万4000トン、必殺技サクシウム光線。人間の青年大和武に姿を変え、地球で活動した光の戦士。中学教師として教壇に立っていたが、怪獣が出現したため戦うことを決意。様々な特性の光線を自由自在に発射できる能力を持つ。ウルトラマン S、 身長 40m、 体重4万5000トン、必殺技メタリウム光線。異次元人ヤプールの地球侵略を阻止するために派遣された宇宙警備隊員。北斗星司と南優子がウルトラタッチで変身する。破壊力の強い多くの必殺光線でどんな鳥獣も一撃で倒す。ゾフィー、身長 45m、 体重4万5000トン、必殺技 M87 光線。ウルトラマンセブン、太郎、レオなどウルトラ兄弟のピンチに駆けつける宇宙警備隊の隊長。必殺技の M87 光線はウルトラ選手の中でも最高の威力を誇る。胸のスターマークは功績を認められて贈られた勲章だ。ウルトラの父、身長 45m、 体重5万トン、必殺技ファザーショット。宇宙警備隊の最高司令官で大隊長を務めていて、選手からは父のように慕われている。ウルトラマン太郎のジップでもある。強力な破壊光線ファザーショットは一撃で敵の体を粉々に吹き飛ばす。はい、以上になります。でちょっと気になったのは、昭和のウルトラマンもねみんなくっきりしゃっきりした写真なのに、父だけね昭和っぽい感じっていうか、なんかこうね昔の写真をここに持ってきたみたいな、そんな感じになっております。多分クリスマスバージョンっていうことでね、当時のこの写真しかないんでしょうね。はい、それでは開けていきましょう。今回も箱は綺麗に開けたい。この箱ねすごい綺麗なんですよね。よっと最初の当たりだけつけて、あとはハサミでちょっとねこう大丈夫かな、これハサミでねこうススッと紙まで切っちゃう可能性もあるから、あんまりあれなんだけど、古い食玩はねこれがちょっと嫌ですよね。よっどうかな、綺麗に開いたかな。開きましたね。よし、では引き出します。ズズ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 と、はい、出ましたよっと。おー、なるほどね。1人だけ青いっていうのがすごくいいですね。で、カードが入っていて、怪獣006宇宙忍者バルタン星人で分身攻撃1700、アタック600、ディフェンス500、スピード1000で、コンボはガラモンって書いてありますね。で、裏面見ると、説明が載っていて、データは宇宙忍者バルタン星人、ミクロから 50m、 体重0から 15000トン、出身地バルタン星、必殺技分身攻撃、核実験で自分の星が滅んでしまったため行き場を失った20億3000万人のちょっと見づらい宇宙旅行中の一団と地球に移り住もうと企んだ、ウルトラマン第2話侵略者を撃てという感じになっております。はい、この辺のカードはね、ちょっと僕全然集めてないっていうか、当時のことがよく分かってないからあれなんだけども、なんかチャンスがあればね、こういったカードもまた集めてみたいですね。はい、それではお待ちかねのね、即備本体全部出してみていきたいと思います。はい、出しました。いかがでしょうか。いや、今回も素晴らしいですね。本当にこれはいいわ。で、ちょっとね、ふと思ったのは、平成のウルトラマンの方が小顔かなっていう気がしたんですよね。昭和のウルトラマンの方が頭がちょっと大きくて、体つきもガチッとしてるっていうか、なんだろう、肉厚があるようなね、そんな感じがします。はい、それではね、順番に1個ずつ見ていきましょう。まずはウルトラマンメビウスです。いかがでしょうか。これはね、すごいですよ。完璧と言ってもいいんじゃないでしょうか。結構複雑なね、デザインなんですけども、きちんと塗り分けできていて、そしてですね、省略が全然ないんですよ。メビウスブレスもちゃんと塗装されていて、背面じゃんと。すごい、これはもう本当にびっくりしましたね。この間発売されたビッグソフビのメビウスよりも背中すごいです。ビッグソフビの方はね、こんな感じで首元の部分ね、ここの銀色が省略されているんですよ。なんだけども、このミニソフビはね、そういった部分もちゃんと塗装されていて、もう完璧と言ってもいいんじゃないでしょうか。そんな感じがします。いやー、これはびっくりですね。次はウルトラマン光です。この人もよくできていますね。そしてかっこよく美しいです。青がね、綺麗ですよね。で、成型色はこの真ん中の部分の濃い青なんですけども、水色の部分は全部塗装になります。なので下半身とかね、この腕とかはほぼほぼくるみ塗装みたいなね、そんな感じなんですよね。で、ここのね、ナイトブレスもきちんとこういった感じでね、細かく塗装されております。分かりにくいかもしれないですけど、ここの部分もね、黒く塗装してますよね。かなり細かいです。で、ただですね、省略なしかっていうとそういうわけではなくて、こういったね、ところのラインは半分で切れてる貧乏ちゃま仕様ですね。でもこれは仕方がないですよね。はい、後ろの方はこんな感じで、こう背中の部分とかね、あとこのポチポチも前面だけっていう形になっております。でも、もう全然そんなの気にならないぐらいかっこいいです。次はゾフィーです。はい、ゾフィーさんは一周見ていくとこのような感じで、やっぱりね、背面もしっかり塗装されていてよくできております。下半身こんな感じですね。で、これはブラザーズマントバージョンと全く同じ形ですね。はい、並べてみるとこのような感じで、特にね、変化はなさそうですね。塗装パターンが違うとかそういったこともなさそうです。次はエースです。一周ぐるっと見ていくとこのような感じで、背中の部分もね、綺麗ですね。足の部分もちゃんと塗装されております。はい、で、ブラザーズマントバージョン持ってくるとこんな感じで、全く一緒っぽいですね。背中も特に変わりはないです。はい、エースはね、背中がやっぱりいいですよね。僕大好きです。他のウルトラマンに比べて銀色の面積が多いのと、この何ていうのかな、放射状にね、線が伸びていくこの感じ、これがたまらなく好きです。次は AT 先生です。 AT 先生かっこいいですね。はい、全体はこのような感じで、本当にね、すごいよくできているんですけども、横を返してでさらに裏に行くとこのような感じになります。まあ、真っ赤っかじゃないだけねマシなんですけども、ぼちぼちにね省略されておりますね。 V のライン確か上にももう1本あったと思うし、ここのラインもね半分で切れちゃって、足のねここら辺の裏の部分の銀色も省略になっております。まあでもね本当にこの正面だけでもすごいよくできているので、満足度はかなり高いと思います。はい、最後はウルトラの父サンタクロースバージョンでございます。いやこれはいいですね。すごい威厳のある父なんですけども、ここね蝶々結びになっていてマントがくっついております。背中の方はねこんな感じですね。マントと体がこう一体成形になっている、そういった感じでございます。まあ父のね背中もすごいかっこいいので、できたらねマントがついていないバージョンでしっかり塗装されているミニソフビ欲しいですね。どうなのかな、あるのかな。もしねそこら辺の情報を知ってる方いらっしゃいましたら教えていただけるとありがたいです。はい、ウルトラファミリー6体セットのコスモセットを見ていったんですけども、いかがだったでしょうか。今回もすごい良かったですね。ラインナップにウルトラの父のサンタクロースバージョンやエイティ先生が入っていてすごい面白かったですし、何よりねクオリティがかなり高いですね。特にメビウスはもう完璧な状態で仕上がっていて、これはもう1体欲しいです。この時代はね異常ですよね。本当にこのコストでここまでのことができていたっていうのはもう信じられないです。いや食玩ソフビはね本当面白いですよね。またねいろいろな食玩のソフビとかね、スタンダードの普通のソフビとかも紹介していきたいと思いますので、また遊びに来てください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。